急いで。そんなに急いでどうしたの、チカちゃん。何か急ぐようなことってあったっけ。あるある、ほら外見て、外。あ、降ってきた。今日こそ外で練習できると思ったのに。降水確率 100% だし、今まで降らなかったのが不思議なくらいだったんじゃないかしら。残念ですが、ランニングの途中で雨に降られなくてよかったですわ。風邪ひいちゃったら大変だもんね。あ、風も出てきたみたい。木の枝が揺れてるよ。梅雨入り前なのに毎日雨で、もう梅雨みたいずら。実はもう梅雨に入ってたりして。先週からずっと雨続きだし、ありえる話かも。そういえば後から梅雨入りしてましたって話もあるもんね。じゃあこのままずっと雨なのかな。それは困る、とっても困るよ。ねえよしこちゃん、打天使パワーでなんとかできない？そう来ると思ってたわ。見よ、この白き生贄の力を持って天より光の雨を降らせたまえ。雷、光った、怖いよ。もしかして白き生贄ってその逆さまのてるてる坊主？よしこちゃん、土砂降りになってるずら。この調子だとやみそうにないね。金曜日まではずっとこんな天気みたいだよ。金曜日までってことは週末は晴れるのかな。早速調べましたわ。日曜日は曇りですが、土曜日は久しぶりの晴れ予報のようですね。降水確率 0%、 雨の心配もナッシングよ。やったー。じゃあ土曜日は外でたくさん練習できるね。体を動かしたくてうずうずしてたんだよね。楽しみだな。私も。やっぱり外だと気持ちがいいよね。太陽のキラキラした光を浴びるといい刺激になるものね。あ、大変です。どうしたのマリー。今週の土曜日は雨続きで延期になってた屋上の改修工事が入るの。改修工事ってことは屋上が使えない？そういうことになりますわね。私としたことが失念しておりましたわ。残念だけど仕方ないよね。あ、そうだ。ねえみんな、せっかくだから海へ行かない？海ですか？海開きにはまだ早いですが。いいんじゃない、海開き前だし、私たちの貸し切りにできちゃうかも。賛成であります。屋上より思いっきり走れるし、砂浜はスタミナ作りにもってこいだよ。万が一の雨に備えて砂地に防御結界を張れば。よしこちゃんは違う練習になりそうずら。海か、近くにあるのに最近は雨でずっと行ってなかったから新鮮かも。たまにはいいですわね。宇宙らの海の良さも間近で感じられますし。じゃあ今週末の練習はオンザビーチで決まりね。ベビー、ワクワクしてきちゃった。おやつは何にしようかな。ナイスアイディアね。私もとっておきのおやつを用意しなくちゃ。近場だけど遠足みたいでいいわね。せっかくだから練習メニューも海仕様にしてみない？わあ、すっごくいい案だよ。海仕様の練習メニュー、どんなのがいいかな。やっぱり砂浜を走るのは外せないよね、スタミナ作りに遠泳は夏本番になってからがいいかな。水着で海も満喫したいし、当日の水温で判断しましょう。砂浜でダンスレッスンはどう？弾いてるだけで足腰が鍛えられそうな気がしてきたずら。海に向かって発声練習も入れておきたいわよね。皆さん、基礎トレーニングの腕立て、腹筋をお忘れですわよ。さすがダイヤ、トレーニングはバランスが大切よね。みんなありがとう。これで練習メニューもバッチリだよ。土曜日が待ち遠しいね。私たちのストーリー、どんな話になるんだろう。あ、
頭の中もシャキッとしそう。リコちゃん、ひょっとして新しい曲とか浮かんじゃったりしてる？そんな急には。でもいいインスピレーションはもらえそうかも。それにしても一番乗りだと思ったのに、まさか4番手とはね。一番乗りは誰だったの？チカちゃんとリコちゃんだよ。私も結構早く起きたんだけどな。一番近いし、それに楽しみですっごく早起きしちゃったんだよね。しかもベランダに出てみたらリコちゃんも起きてて。そうそう、あんなに早くチカちゃんが起きててびっくりしちゃった。あ、みんな来たよ。おーい、みんなこっちこっち。あ、ヨウちゃん、チカちゃんとリコちゃんも、おはよう。ほら、ヨシコちゃん、もうバスは降りたんだからしっかり自分で歩くずら。あと5分。まったく、遅くまで起きているからですわ。お姉ちゃん、なんでわかるの？このカバンにいっぱいぶら下げているてるてる坊主を見ればわかりますわ。確かに昨日まではなかったずら。ダイヤさん、名推理ずら。ヨシコはこういうところで豆よね。グッバーニン、ヨシコ。マイネームイズ。ヨシコちゃん、今のはマリちゃんずら。このヨハネとしたことが禁断の空間移動魔法を使ってしまったようね。目が覚めたところで行きますわよ。ところでマリさん、その服の下、もしかして水着ではありませんか？大正解。海をエンジョイするならやっぱり水着でしょ。マリ、水着だけで泳ぐにはまだ水が冷たいよ。だそうですわよ。 No problem。 みんなで波打ち際で遊びましょう。はーい、私も行っちゃおっと。私も行くよ。ヨウちゃん、待って。じゃあ私も。あ、冷たい。波打ち際をかける打天使、この夏もたくさんのリトルデーモンを魅了できそうね。ルビーも行くよ。花丸ちゃん、行こう。マルモズラ。ほらほら、ダイヤも早くおいでよ。水は冷たいけど気持ちいいよ。もう遊びに来たわけではありませんわよ。濡れた砂って結構重いからいい運動になると思うよ。まあそうですわね。じゃあ波打ち際で走り込み参りますわよ。よーし、あそこの堤防まで競争しよう。いいね。じゃあよーい、ドン。みんな早いずら。行くわよ、ずら丸。打天使の疾走を見せてあげれば。よしこちゃん、早い早い。ルビーも全力で行くよ。カナンちゃん、さすがのスピードだね。毎日のランニングで鍛えてるからね。さ、もう一本走ろっか。ストップ。ここで走るのは危険かも。足元を見てみて。言われてみればビニールに瓶に缶、ゴミが結構落ちていますわね。昨日までの雨で海も荒れてたし、流れ着いたんじゃないかな。練習のついでに私たちで掃除しちゃおうよ。安全に練習ができて海も綺麗になるし、一石二鳥ね。ゴミ袋とか軍手とか必要なものはうちから取ってくるよ。では練習前に海岸のお掃除ですわね。みんなで取り組めばすぐですわ。都会にいなくちゃ何もできないって思ってたけど、もうそんな風に考えないって決めた。お待たせ。お掃除に使えそうなもの、いろいろ持ってきたよ。チカちゃん、おかえり。って、バケツ2つにあんなにたくさん。チカちゃん、待ってて、今手伝うわ。同じく手伝うであります。それにしても随分とたくさん持ってきたね。一体何が入ってるの？あれもこれもいるかなってバケツに入れてたら
いっぱいになっちゃった。用意周到ね。さすがはチカッチ、備えあれば憂いなしよ。そうですわね。では中身を出して準備いたしましょう。ゴミ袋に軍手に、私はこれにするわ。ミヨ、この打天使の杖を。ヨシコちゃん、ゴミバサミズラ。あ、熊手まである。海岸のお掃除もみんなと一緒ならすっごく楽しくなりそうだね。ゴミ袋もこれだけあれば分別に困らなさそうですわね。それでは各自軍手をはめてゴミ拾い開始ですわ。はーい。ヒギ、打天使の鉄槌。決まった。わあ、砂の中から空き缶が出てきた。ヨシコちゃんのゴミバサミさばきってすごいね。禁じられた打天使の杖を手に入れた我が右腕に資格はないわ。ちょっと大変だけど、こうして海岸がきれいになっていくのって気持ちいいわね。そうだね。思ってたより足腰も使うかも。あ、これってトレーニングにもなるかも。確かに中腰になることが多いし、こうしてスクワットするみたいに拾ってみるのはどうかな。トレーニングと海岸のお掃除が一度にできるね。よし、ルビーもやってみようっと。ルビーちゃん大丈夫？ちょっと尻餅ついちゃっただけ。どうしたのルビーちゃん、どこか怪我した？違うの。これ綺麗だなって思って。シーグラスだね。小さい頃たくさん集めてたな。懐かしいね。チカってばシーグラス集めに夢中で背中だけすっごい日焼けになったんだよね。あの後しばらく仰向けで眠れなくて大変だったな。よく見たら結構あちこちに落ちてるのね。海が荒れた時にここまで押し上げられてきたんじゃないかな。あ、ほんとだ、たくさん落ちてる。ルビーちゃん大発見だよ。砂地に潜むリトルデーモンたちよ、我が手に打天使のシンクの涙を捧げよ。来たー。真っ赤なシーグラスなんて初めて見たずら。シーグラスじゃなくて打天使のシンクの涙だってば。皆さん、海岸清掃がまだ途中ですわよ。ついでに掃除を続ければ問題なしよ。だよ。ちょっとマリさん。はい、お姉ちゃん。この透明でキラキラしてるシーグラスはお姉ちゃんにあげるね。ありがとう。ねえねえ、みんなこっちにたくさん落ちてるよ。みんなすっかりシーグラス集めに夢中だね。こうなっては仕方ないですわ。まあ、たまにはこうして童心に帰るというのも悪くないですわね。オーマイガー、こんなところにこんなものが。なになに、どうしたのマリちゃん。これは事件ズラ。マネキンみたいね。こんなのまで流れ着いてくるなんて。ハンドですよ。マネキンだって分かっても怖いよ。マリさん、そのマネキンの手は私がもらっておきますわ。ルビーちゃん、もう大丈夫ずら。ほら、ここに綺麗な貝殻があるよ。本当だ、真っ白で綺麗。あれ、リコちゃん何してるの？大きな巻貝を見つけたから、こうして耳に当てて目を閉じたら波の音が聞こえるかなって。でもここだとよくわからないかも。すぐそこが波打ち際だもんね。みんなで遊ぶのって楽しいね。で、何か忘れてるような。海岸のお掃除の途中ですわよ。そろそろ再開いたしましょう。あなたが応援してくれるからどんなことも大丈夫って思えるんだよ。いやー、さすがにお腹すいたね。
私もお腹ペコペコかも。もうお昼過ぎてるもんね。そろそろ休憩にしよっか。賛成。それではみんな海岸のお掃除お疲れ様でした。ゴールはここだよ。ゴミ袋はここに置いてね。むむ、何やらいい匂いがするであります。香ばしいソースの匂いずら。まる、お腹が鳴りそうずら。そういえばお昼のことを考えてなかったね。うっかりしてましたわ。お昼抜きだとあまり長く練習はできなさそうですわね。ルビー、お菓子ならたくさん持ってきたけど、おやつじゃなくてお弁当にすればよかったかな。心配ご無用。実は島姉がみんなの分のお昼を作ってくれてるよ。おう、ジーザース、チカッチのお姉さんは女神ね。見えた、この匂いは焼きそば。よしこちゃん、匂いって言っちゃってるわよ。というわけでみんな手を洗ってお昼にしよう。島姉のシーフード焼きそばは最高だよ。ごちそうさまでした。見事な食べっぷりだよ。ありがとう。島姉も絶対喜ぶよ。お礼を言うのは私たちの方ですわ。お言葉に甘えてしまって、何かお返しできていると良いのですが。おいしかったずら。お腹いっぱいになったらなんだか眠たくなってきたずら。朝からいっぱい動いたもんね。ルビーも花丸ちゃんもルビーちゃんも幸せそうね。このままお昼寝できたら気持ちよさそう。暑すぎないこの感じがたまらないわよね。でも休憩はここまでです。ええ、ゆっくりしたい気持ちはわかりますが、ここに来た目的を忘れてはなりませんわ。綺麗になった海岸で思いっきり練習だね。待ってました。打点師ヨハネ、美しき海岸に打点氷。よしこちゃん、気合入ってるね。さあみんな、海岸まで戻るついでにランニング10キロから始めるよ。え、いきなり10キロ走りに行っちゃうの？さすがチカちゃん、そのメニューに気合を感じるよ。やめましたわチカさん。その後は腕立て腹筋20セット、精神統一、発声、ダンスレッスン、遠泳10キロのフルコースですわね。お姉ちゃんすごい。この練習メニューってミューズがやってたのだよね。日が暮れるまでにどれだけこなせるか楽しみだね。それでは早速出発であります。いくよ。はあ、ヨウちゃん早い。待って待って、ワン、ツー、スリー、フォー。そこでチカッチとリコがダウン。オッケー、完璧ね。やったよリコちゃん。これで私たちのパートもクリアだね。ありがとうチカちゃん。チカちゃんもすごく良かったわよ。短時間で集中して練習に取り組んだからか、調子も気分も上がりますわね。綺麗になった砂浜の練習ってとっても楽しいね。みんなでお掃除してよかった。リトルデーモンたちのおかげで素足の打点師が降り立つにふさわしい場所になったわね。よしこちゃんの打点師設定もすっごく冴えてるずら。設定言うな。練習メニュー的にはあと遠泳だけど、水着で泳ぐのはさすがにまだ早いよね。遠泳の代わりに波打ち際をダッシュっていうのはどうかな。うん、いいと思う。じゃあみんなで波打ち際を走るよ。水が冷たくて気持ちいい。いつもよりたくさん走れちゃいそうね。ほんとずら、波と砂がくすぐったいけど足腰が鍛えられる感じがするずら。ダンスレッスンで汗をかいた後だし、この冷たさがたまらないかも。みんなで海に来てよかったね。すっごくすっごく楽しいもん。さあリトルデーモン、夕日を浴びて波打ち際を走る素足の打点師、このヨハネと一緒に打点してみない？あ、お姉ちゃん、どうかしたの？空に何か飛んでる？
いつの間にかもう夕方なのですね。本当だ、集中していて気づかなかったけど今にも日が沈みそう。最近日が長くなってるからついつい練習に夢中になっちゃったね。夏至も過ぎたから暦の上では夏本番なんだよね。この先は堕天使の時間ね。内浦の海に降り立った堕天使ヨハネの前に海からリトルデーモンが集い、よしこちゃん、それだとホラーズラ。確かにちょっと音量めいてはいる感じね。まあこのヨハネにかかればどうってことないんだけど、ね、ルビー、夏も海も好きだけど怖いのはちょっと。仕方ないですわ、名残惜しくはありますが日が暮れる前に解散しなくてはなりませんわね。うん、そろそろ解散にしないとね。夜になるとまだちょっと冷えるし。とびきりシャイニーな練習を海で満喫したのに風邪なんてひいたら大変よ。チカちゃん、なんだか嬉しそうだけどどうしたの？今日の練習楽しかったなって思い出してたの。久しぶりに晴れたし、いつもと違う場所での練習だったし盛りだくさんだったよね。海岸のお掃除もしてすごく気持ちよかったずら。またみんなで海練習できたらいいね。うん、また絶対海で練習しようよ。これから夏本番だし今日みたいな日をたくさん満喫できたらいいな。都会にいなくちゃ何もできないって思ってたけど、まあ3